歴史ある松の木が周りに立ち並ぶ中列車は、有限な雰囲気が漂っています。その隣には、ラブ景観台があり、ロマンチックな巨大インスタレーションアートは、中列車の厳かな雰囲気を和ませてくれます。現在では、写真を撮ったり、緑を楽しんだり、大高尾の昼と夜の異なる風景を見ることができる最高の風景になっています。